C-130 ハーキュリーズアメリカ空軍の C-130 EC-130 ハーキュリーズはアメリカのロッキード社が製造している戦術輸送機。愛称のハーキュリーズとはギリシア神話に登場する英雄ヘラクレスの英語読みである。高翼式で太い胴体の後方に搭載用傾斜面を設けるなど以後に続く軍用輸送機の基本構造を確立した。戦術輸送機のベストセラーであり、アメリカ軍はもとより西側諸国を中心に69カ国で使用され、登場から半世紀以上経った現在も生産が続いている。現在の最新型は C-130J スーパー、ハーキュリーズである。未成地での運用を念頭に置いて設計され、高い短距離離着陸性能を持ち、さらにJATOにより短い滑走距離での離陸も可能である。太い胴体に、高翼式主翼、主輪を収納するバルジ、スロープも兼ねる攻防型カーゴベイといった、現代の軍用輸送機のスタイルは、本機で確立されたと言ってよい。その輸送力と運航性能の高さから、世界最高の輸送機との呼び声も高い。滑走路のない砂漠での離着陸や車輪にソリをつけて、南極への物資輸送など極めて幅広く用いられている。また汎用性も高いため、特殊派生型も数多く存在する。NATO 加盟国や日本では、航空自衛隊及び海上自衛隊が使用するなど、西側諸国の主力軍用輸送機として、現在も各国で活躍を続けている。その基本設計は、当初から完璧と言っていいもので、登場から半世紀以上経った現代に至るまで、エンジン、プロペラ、各種電子機器以外ほとんど手を加えられていない、稀有な航空機である。陸軍航空軍から改組された直後の時点で、アメリカ空軍が運用する輸送機は、C-46 や C-47 など、第二次世界大戦中から使われてきたものが主体であり、新型の C-119 も、戦中世代の C-82 の発展型で、基本設計の古さは否めなかった。この状況に対して空軍は、C-46 と C-119 の後継機の開発を計画し、1951年2月2日、下記のような一般運用要求書を作成した。不評92人、または、空挺隊員64人を乗せて1100ナノメートル以上の行動半径を有すること。3万ポンドの物資を搭載して950ナノメートル以上の行動半径を有すること。ランプを兼ね、また大型物資の投下を可能にする、飛行中に開閉できる後部扉を有するとともに、左右側面に空挺降下用扉を有すること。必要に応じて土やレンガ、細かい砂利などで造成された未舗装滑走路から短距離滑走で離陸できること。空挺降下向けに飛行速度を125キロトンまで減速できること。エンジン1機停止時にも優れた飛行能力を得られること。この要求に対して、ボーイング、ダグラス、フェアチャイルド、ロッキードの4社が設計案を提出し、同年7月2日ロッキード社の案が選定された。この設計は、目標仕様をはるかに超える優秀なもので、時速 579km という巡航速度は、当時を代表する旅客機よりも、わずかに遅い程度で、18143kg の最大ペイロードは、DC-6A をも上回っていた。貨物室は、地上高が、トラックの荷台の高さに合わせて作られているため、トラックから容易に貨物を積み込むことができる。さらに重要な点は、貨物室のランプが機密閉鎖できることで、これにより、機内を与圧して高高度巡航することが可能になった。しかし、ロッキード社は、この設計に完全な自信を持てておらず、万が一失敗した時のことを想定し生産施設を、本社施設から遠い政府所有のジョージア州、マリエッタ工場に移していたほどだった。なお、外形設計上の手本となったのは、ライスター・カウフマン社が開発した XCG-10 強襲輸送グライダーで、簡素な設計ながら、荒れ地の仮設滑走路にも容易に着陸できる機体だったが、政治的な理由で不採用となり、後に C-123 へと発展するチェイス CG-14 に採用を奪われている。ロッキード社のバーバンク工場で組み立てられた試作機2機は1954年8月にロールアウトした。初飛行したのは2号機で、同月23日に行っている。最初の量産型である C-130A の初号機は1955年4月7日に初飛行し、1956年12月9日にはアメリカ空軍が最初の機体を受領した。また、間もなく世界中からも注目されることになり、オーストラリアが最初の輸入国となって以来、世界50カ国以上で採用されることとなった。1960年代からは民間向けにも L-100 として生産され始めた。C-130 から間を置かずして、ロッキード社は、同じアリソン T56 の民間機用である、アリソン 501D13 ターボプロップエンジンを搭載した L-188 旅客輸送機を進む空させる。ジェット推進か、プロペラ推進かの選択で過渡期にあった、当時の旅客輸送機において、C-130 の開発経験は、ロッキード社に L-188 へのターボプロップ採用を促す大きな要因の一つであったと考えられる。しかし、旅客輸送機の将来を技術的にも商業的にも見誤ったことや、設計の不備に起因する墜落事故などで L-188 の販売は低迷。結果として、ロッキード社の民間旅客輸送機部門は L-188 の次に開発した L-1011 の商業的な失敗を最後に撤退している。一方の C-130 は各国への売り込みが進み、生産数は第二次世界大戦後の戦術輸送機において最多である。後継機の開発計画、先進中型短距離離着陸輸送機計画が頓挫したこともあって、現在に至るまで1000級の性能を保ち、世界各地で多数が現役で飛行している。各国から放出された中古機も依然として人気が高い。古い C-132 グラスコックピットの導入を中心とした近代化改修を施すプログラムもあり、その主なものにはアメリカが進めている AMP や、イスラエルのエルビットシステムズが開発した C スイートなどがある。21世紀に入ると国際貢献任務の増加や装甲車の大型化、重量増加など C-130 では能力不足と判断される場面が増え、エアバス A400M やエンブラエル C-390 など C-130 を上回る能力を持つ戦術輸送機が登場しているが、これらはまだ開発途上あるいは配備が開始されたばかりであり、C-130 の立場を決定的に脅かす存在となるかどうかは未知数である。胴体は円筒型で、コクピット後方から後部貨物扉まで一定の楕円断面を持っているが、主翼取り付け部のみ、キャビン高さがやや低くなっている。胴体の設計や基本構造は、最初期の機体から、C-130J に至るまでそのまま踏襲されている。武装した兵員を単に輸送する場合は92名、空挺兵をパラシュート降下させる場合は64名、標準的なパレットに積載された物資を輸送する場合は6枚を搭載でき、また胴体を延長した C-130J-30 であれば、それぞれ128名、92名、8枚に増加する。胴体最後部には上下分割式でスロープを兼ねる貨物扉を備えている。これは後部圧力隔壁を兼ねており、これを閉じると操縦室を含むキャビンは完全に密閉される。キャビンには空調、与圧システムが完備されている。胴体中央部には主翼が後翼配置で取り付けられている。主翼は前桁と後桁の2本桁構造で 25% 翼舷で、後退角のない完全な直線翼である。主翼下には両舷に2機ずつのエンジンポッドが吊り下げられている。また内側部にはハードポイントが設けられており、増装を搭載できるほか、空中給油機使用の場合はここに給油ポッドを装着する。尾翼は単垂直尾翼と水平尾翼から構成されており、いずれも胴体角はついていない。YC-130C-130AC-130 BC-130H-30 ハーキュリーズ C-3C-130 T-FAT アルバート BQM-34 ファイアー B を搭載した DC-130AEC-130 E リベットライダー EC-130H コンパスコール EC-139 EC-130 VHC-130N コンバットキングジャス39に空中給油を行う KC-130 H 各部にブースターを増設した YMS-130 HWC-130 H ハリケーンハンターハーキュリーズ W2L-100 から 30C-130 は開発の目的通りの短距離離着陸性能と不整地離着陸性能を発揮し、世界各国に導入されて砂漠から南極まで幅広い地域で運用された。貨物の輸送、空挺部隊の展開といった任務のほか、デイジーカッターの名で知られる大型爆弾ブル -82 やモアブことグブ -43B の投下簿機としても用いられている。また、貨物室に消火剤散布装置を搭載することで、容易に消防器とすることも可能であり、アメリカでは大規模な山火事が発生した際に、しばしば出動している。これらは、本機の大きな搭載能力を生かした例と言える。空母、フォレスタル艦上で試験中の KC-130、F1963 年には、航空母艦、フォレスタルで初着艦実験を行ったことさえある。カタパルトやアレスティングワイヤーなどを用いることなく、発艦、着艦ともに成功している。大型すぎて、実際に運用するのは困難とされ、実験以上の段階には進まなかったものの、本機の短距離離着陸性能の高さを示す一例である。珍しい例としては、1982年の、フォークランド紛争において、アルゼンチン空軍の C-130 は、主翼下の増装装着部を改造して、航空爆弾用パイロンを装着できるように改造され、代用爆撃機として運用された。この C-130 改造爆撃機は、イギリス海軍に徴用されていた民間船舶を攻撃し、爆弾を2回命中させている。ただし、2回とも不発であったため大きな損害を与えることはできなかった。台湾の澎湖諸島では、春節の時期に民間航空会社の座席が足りなくなった際、座席を手配できなかった住民のために、一般旅客を搭乗させて、澎湖台北間の運送を行うことがある。チリ空軍の C-130 は2019年12月9日に南極に向かっている途中で消息を絶ち、乗客乗員38人全員が死亡したと認定された。J 型も採用した国は太字で示す。C-130 を採用した国この他にも民間企業が民間型 L-100 や中古機を利用している。航空自衛隊の C-130H 1984年から1998年までに航空自衛隊は C-130H 型を16機購入し、2020年3月末時点の保有数は C-130H が14機、KC-130H が2機である。戦術輸送機として、愛知県の小牧基地第1輸送航空隊、第401飛行隊で運用し、陸上自衛隊、第1空挺団の降下訓練、作戦なども支援する。なお最終号機である16号機は、ロッキード社で生産された最後の C-130H である。1960年代中盤の C-46 後継機計画の時点で C-130 の導入も検討されており、CX 計画によって国内開発された C-1 の価格が高騰した際には、財務当局からも C-130 の輸入を提案されたこともあったが、この時点では空自主要滑走路のほとんどが C-130 の正規運用に耐えるだけの強度を持たなかったために見送られたという経緯があった。しかしその後、アメリカ世政権下の小笠原諸島及び沖縄の本土復帰が実現すると、国内基地間の空輸力の不足が問題となった。航空自衛隊では C-1 輸送機36機の整備を構想しており、53中業でちょうど24機に達するところであった。続く56中業では長距離中型輸送機の整備も検討されており、C-1 ストレッチ型や C-160、X767、そして C-130H が遡上に載せられていたが、同中業では他にも重要事業が目白押しで、見通しは明るくなかった。しかし、長距離中型輸送機の整備が実現しないまま C-1 の調達を継続した場合、長距離輸送機の導入は C-1 が退役する時期までできない恐れが強かった。他方、C-130H の価格は C-1 と大差がなかったため、取得機種をC-1 から C-130H に変更しても経費的な問題はないものと考えられた。このことから航空自衛隊では1個飛行隊分の調達を C-130H に振り替えることとした。これは政治的な要請として日米貿易摩擦の緩和にも役立ったほか、下記の経緯により極東有事時に実施される宗谷海峡機雷封鎖への協力も求められた。まず1981年8月に2機が FMS 調達されて、1983年12月にアメリカにて領収、空自史上初の太平洋横断空輸によって1984年3月14日に小牧基地に着陸し、実用試験運用に供された。同年9月の部隊使用承認を受けて、第1輸送航空隊が C-1 から C-130H への機種変更を開始した。これらの C-130H は防衛省、自衛隊の海外派遣でも運用されており、2004年3月3日から2008年12月まで実施された航空自衛隊のイラク派遣においては、地上からの視認性を低下させるために水色に塗装された C-130H がクウェートの飛行場とイラクの飛行場との間で輸送活動を行った。2021年8月のタリバンによるアフガニスタン制圧の際は在アフガニスタンイスラム共和国法人等の輸送に小牧基地の C-130H が2機派遣され、パキスタンのイスラマバードとカブール空港とを行き来して、法人等を退避させる任に充てられた。2006年10月には、航空自衛隊小牧基地に、航空機動衛生隊が編成され、C-130H 機内での医療行為を可能とする、機動衛生ユニットが納入された。また、プローブ&ドローグ方式空中給油ポッドの増設と空中給油受油能力の付与が行われて KC-130H となった機体が2010年2月25日に第401飛行隊に配備された。2015年6月29日改修2号機が同隊に配備された。修理は川崎重工業が請け負っている。海上自衛隊の C-130R 海上自衛隊では、53中業において C-130H6 機の整備を計画した。これは、機雷搭載、投下用のキャメルを装備した、付設機仕様のもので、常続的な制空権を確保しがたい海峡や、直前まで予測が困難と思われる、上陸進行地点への迅速な機雷付設能力を、確保するための施策であった。しかし必要性は理解されたものの、防衛計画の大綱に盛り込まれていない装備であり、多分に政治的配慮を要すること、また、上記の航空自衛隊の C-130H 調達計画とバッティングしたこともあって、結局は取り下げられ、必要に応じて、航空自衛隊の C-130H に、所定の装備を搭載して、付設機として使用することとなった。一方、これとは別に、1967年より、輸送機として4機の YS-11M が運用されていた。しかし、2011年に発生した東日本大震災による救難活動で飛行時間が急激に増加したため、運用停止時期が予定より前倒しして到来することになり、代用としてアメリカ海兵隊を退役してモスボール状態とされていた空中給油機型の KC-130R を再生し C-130R として6機購入することを決定し、2011年度3次補正予算に計上した。これらの機体は1975年から1976年に製造後間もなくモスボール保管がなされ、未使用に近い状態だったため、通常の運用なら20年ほど使用可能とされる。自衛隊が中古機を選定して導入するのは、これが初めての事例であった。これらの機体は、アメリカ国内でアビオニクスの更新、主翼や胴体等のオーバーホール、その中では給油用の配管の取り外しなども含む、空中給油装置の取り外しを実施した後、日本に改装されることになっていた。当初計画では2013年11月から試験飛行を行った後、2014年3月に 1.2 号機を厚木に空輸することになっていたが、まず再生作業がたびたび遅延したために試験飛行の大部分を空輸してから行うことになり、また空輸自体も当初計画から8ヶ月遅れの2014年11月にずれ込んだ。また空輸後も与圧に関係する ADF アンテナパネルの亀裂、動翼等を作動させる油圧配管の接触、コクピットのウィンドシールド部の雨漏りなど多数の不具合が見つかり、運用試験は10ヶ月遅れて YS-11M の除籍から1ヶ月も経った2015年1月からやっと開始された。当初計画通りの配備を断念した時点で、まず YS-11M と同程度の輸送に必要な運用試験 A を先行して終えた後、部隊運用と並行して大型貨物輸送や編隊飛行など残りの試験項目を運用試験 B として消化していく方針になったものの、各機に機体の亀裂が多発し、修復のために日々の稼働機は1機を確保するのがせいぜいとなってしまい、なかなか編隊飛行の試験を実施できず、全項目の終了は2015年8月初旬となった。塗装は P-1 と同等の薄い青配単色が採用された。YS-11M と比べ飛行能力が大幅に強化され、硫黄島や南鳥島へ向かう際により多くの貨物を積んでも引き返す余裕が生まれた。また大型カーゴベイにより積み込みにフォークリフトが不要となるなど利便性も向上している。今後は各種訓練に加え、災害派遣や国際貢献活動などにも活用される予定であるとされる。コストを優先したためトイレは更新されず、仕切りがなく、カーテンで目隠しするタイプがそのまま残された。海上自衛隊には、燃料の残量を計測する機器などが導入されておらず、在日アメリカ軍の支援を受けている。2020年までに、部品の落下や紛失が9回発生している。出展、ランベール。マーク、ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エアクラフト1991から92、ジェーンズ・パブリッシング・カンパニー・リミテッド、ピアニッシモ426から429、ISBN 978から07106096556、諸言性能、守護神。ありがとうございます。